はい、ガイス、どうも、岡田でございます。この懐かしの立ちスタイルでお送りします。今年もあれですな、2013年、そろそろ終わりそうでございますね。いやー、しかし、寒いね。あー、そうだよね。12月だもんね。そうですね。今日は、あれみたいですよ。最高気温は10度らしいですよ。そうですね。いやー、寒くなってきてね。そうですね。で、最低気温はマイナス1度らしいですよ。そうですね。あ、してた。あ、そう。あ、してた。あー。そういえば最近見ないよね。お昼にやってる、そうですね、コール&レスポンス。気がついたらやってなかったよね。っていう話じゃなくて、2013年、大変お世話になりましたと。いうことでですね、あのね、2012年の7月に僕が YouTube を始めまして、それからですね、その次の年、2013年、丸々1年間、丸々1年間 YouTube をやってたっていうのが僕が初めての年なんです。2013年でアップロードしてきた動画をすべてくっつけちゃいまして、一本のごちゃごちゃごちゃってこう、2013年僕の動画を一気に駆け抜ける動画を作りました。それでですね、ただ普通に2013年の総まとめを一本の動画にするのはあんまり面白くないと。というわけでですね、僕は一つ考えました。まあ、一つ考えたって言っても、元がパクリだからもうパクリのパクリのパクってパクるぐらいだから、考えたって言ってもどうなんだろうね。皆さんジャンプカットは知ってますよね。 YouTube やってて、ある程度なんか自分とかで投稿とかしちゃってて、編集とかちょっと勉強するようになってきたらですね、ジャンプカットっていう言葉はね、耳にすると思うんです。有名ななんとかさんとかなんとかさんとかなんとかさんもやってます。で、僕もやってます。ジャンプカット、ジャンプカットっていうのはですね、説明しよう。ジャンプカットとは、な部分をカットする編集技術の一つである。まあ、要するに、とか、とか、話の流れに関係ないところを切っちゃって、簡潔に一つにまとめるという編集技術でございます。ジャンプカットをするとですね、無駄な素材が捨てられるわけです。無駄な素材が捨てられるということは、あの時喋らなかった僕がいなくなってしまうということです。その時のデータの破片はどこへ行くんですか？ハードディスクの肥やしになるのか？それとも記憶の片隅に残るのか？残らないのか？はたまたゴミ箱に入れるのか？ゴミ箱の中を空にするのか？ログの中に残されたままになるのか？喋らなかった僕が、意味をなさなかった僕がそこにいたのだと。まさにそこに意味を見出すわけです。そんなデータ片たちは、どこかしこにあるわけです。そのまま忘れてしまうのはあまりにも悲しい。という意気込みで作ったのでありますが、なんとも微妙なというか、よく言うでしょ？逆転の発想って言うでしょ？面白いことを思いつきまして、その名も逆ジャンプカットです。ジャンプカットの逆です。ジャンプカットの逆ってどういうことなのと。この辺まで来てある程度想像できる人はですね、だいぶちょっと勘のいい人だなと。バカなんじゃないのこいつっていう風に思われてる方はですね、素晴らしい、いいですね。いい発想力の持ち主ですね。いろんな要素をちょっとこう、つまみ食いしているうちに、これいいじゃんっていう風に。あ、これちょっと面白そうじゃんっていう風に思っちゃったんで、やってみました。というわけで、ドン！
なんだこれはと。と、以上。以上、寸劇でございました。皆様ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。2013年の最後の締めくくりがこんな形になってしまって、大変あれです。なんて言っていいのやら、お礼しかないです。もう本当ありがとうございます。この1年間大変お世話になりました。実際にお会いした方もそうでない方も、実際にお会いした方にはもう大変お世話になっております。実際会ってない方も、実はそうなんですよ。実際YouTube やっててですね、こう僕の動画を見てもらってる中でですね、実際お会いしてるのなんか本当ごくごく一部だと。会って、まあイベントとかで僕に会ってなんかこういろいろお話してくれた方とかすごく感謝しております。その中でもやっぱね、もうごくごく一部だと思うんです、見ていただいてる中で。でさらにね、コメントまで残してくれる方もすごく助かっております。いつもコメントくださる方もね、アイコンとかね、名前とか見ると、あ、またコメントくれてるな、顔見知りだなと思ってすごく元気が出るんですが、この間ね、初めてコメントしましたっていう人がいて、それがすげえ嬉しかったね。もうそういう方にね、やっぱコメントって残さない人がもうほとんどだと思うんですよ。もう僕もそんなコメント残さない方なんですよ。結構見てるんですよ。結構皆さんの動画見てるんです、こっそりね。この間初めてコメントしましたっていう方がいまして、やっぱそういう方にね、そういう方に、支えられてるというか、やっぱりこの再生回数が見れるわけですから、僕の方からは、僕のまあお互いにね、何回もあったんだなって見ると、やっぱりコメントをいただいてる数よりはるかに再生回数の方が多いですからね。もう10倍100倍ぐらいいってるわけですから、そうなるとまだまだちょっとこっそり僕のことを見てくれてる人がいるんだなと思うとね、ちょっと元気になるわけです。ちょっと嬉しいわけです。その皆様方に2013年はね、誠にお世話になりました。もういくつ寝ると2014年押し迫った4月ギリギリ2013年、古記憶もなくもなきでもない1年半期良きタッチスタイルでお送りしました。というわけで、また来年か、また次の動画で。じゃあねー。以上。以上、寸劇でございました。皆様ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。お帰りはお気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お帰りはお気をつけてありがとうございました。ありがとうございました。お忘れ物なくお帰りはお気をつけてありがとうございました。ありがとうございました。これ、新調の真似ね。